はい。えっ、ー、と、今回はね、ビジネスの私の主観をね、ちょっとお話していこうかなと思います。まあ、唐突なんですけども、ずーっとね、ずーっと前の、なんか200話ぐらい前にこれ言いたかったんですけども、ついついね、別の話題に行っちゃったんで、話すびれちゃったんですよ。200話遅れでお話します。<laughs> えっと、まあ、タイトルはね、フォーチュンビジネスって書いてますけどもね。えっ、ー、と、どういうことなのかというと、まあ、私は常々感じるんですけども、ビジネスに限らずどんな活動でも、 一定数集ままればううくくくいく人とい,かない人人とととかな出てくると思うんですよこれはですねコミュニティに入っていても誰かあのメンターと言われる方がいてもそんなに変わらないんですよ実はねすごくわかりやすい例を言うと,っとブックメーカーとかねバイナリーオプションっていうのがよくこの話って引き合いに出されるんですよどういうことかっていうと例えばねえー、っとなんですかねバイナリーオプションでいいやバイナリーオプションってご存知のようにすごくシンプルなルールですよね 次の15分後とか20分後に価格が今の時点よりも上がっているか下がっているかの2対1にかけましょうっていうのがねシンプルなこのバイナリーオプションというルールなんですけどもこのバイナリーオプションの攻略法ってものが売られていたりするんですよでも本当に攻略法だったらそこに参加した人が全員結果を出さなければならないですよねまあ全員って言ってもね体調とかねその日々の管理の問題があってまあもしかしたら9割ぐらいかもしれませんけども9割ぐらいの方がね あの同じように儲かっていって結果を出していかなくちゃいけないはずなんですよ。おかしいですよねでも現実はどうかっていうとこれはねあの拾える数字に限界があるんですけども私があと2年前にリサーチして1年間前にもリサーチした数字によるとねバイナルオプションのグループに参加してる人ねな何とか塾とか何とかコンテンツとかいろんなものに参加している方の勝率4割なんですよ。 で、そういうのに参加せずに、なんとなく適当にやってる人の勝率。これも勝率もどっからどこまで切るかにもよるんですけども、1日でやめる人だね、3年間やってる人っていいろんな切り方があるんですけども、ちょっとね、そこを今回はあのー、全部平均値で出してます。そうすると参加してない人で、何にも参加してないし、何の教材も買ってなくて、バイネルオプションっていうルールを知ってるだけの人がね、えー、やってみた結果、勝率4割なんですよ。うん、そう、一緒なんですよ。一緒。考えてみればそうですよね。バイネルオプションの グループに入ってようと入ってまいと次値上がりなのか値下がりなのかってこれね上がるか下がるかっていうのは常にだからグループに入ってようと入ってまいと長くやればやるほどそれは2分の1に近づいていくんですよね。 で、控除がありますんで、控除が大体、えっ、ー、と、1割とかね、1割5分とか、あの、勝ったとき取られるんですよ。要するに、10万円勝てて負けたら全部取られるけども、10万円かけて、勝、えー、った場合は、8万5千円が賞金で振り出されるって形なんで、結構、控除がね、むちゃくちゃ高いんですよ。15%とか取られちゃうんですよ、勝ったときでも。だから、その分だけ、1割とかね、2割とかは、胴元の方に行きますんで、平均すると、やっぱりね、4割前後に固まってくるんですよ。 でそういうふうな塾を運営してる方とかコミュニティをやってる方とかあのコンテンツを販売してる人っていうのはその4割の勝った人をねことさらに上げつらってこういうふうになるんですよっていうふうに主張するんですよ。でやり方ノウハウとか教えてくれるんですけどもはっきりっそんなもんなくたってもともと2分の1なんですよ。もともと2分の1に工場が入って4割前後に落ち着くっていう現実があるんですよね。ここれブックメーカーカででも同じことが言えるんですよ ブックメーカーっていうのはあのいろんなノウハウがあります。それで勝てるようにも見えますけどもブックメーカーの会社そのものっていうのは年間で800億円ぐらいの利益を上げてるんですよね。って考えるとアカウントの数であると1人から7万円だか6万円だかを平均して取り上げて成り立っているってことなんですよね。まあ、こういうふうにデータを捉えて、えー、やるとどういうことが言えるかっていうとあの結局ビジネスってそのビジネスのコーチとかトレーニングとか受けようと受けまいと。 大きい数字ででで見たら、どっちでも一緒なんですよ、うん。学校に行っても専門的なスクールに行ってもそんなに変わんないんですよ行ってない人と。<laughs> ただ行ってる人と行ってない人との何が違うかって言ったらそういうふうなビジネスの塾とかビジネスのコンテンツに参加した人ってのはあまあいろんなね講釈聞くんですよね。テキストも見るんですよ。 だから自分では結果が出せないけども、その公尺を人に伝えるってことで一歩先んじるんで、人に教育することによってお金を儲けることができるんですよね。えー、だからね、ビジネスのほとんどの人の収入と言ったら言い過ぎかもしれませんけども、収入の主なものっていうのは、ビジネスで稼いだんじゃなくて、ビジネスの方法という情報を販売して稼いでるんですよね。まあそれもビジネスの一部だと思いますけども、まあ私も似たようなところがあって、アフィリエイトで稼いだ金額って、まあせいぜいね、あ、でも結構あるか。 アフィリエイトで稼いだ金額、年間でね、3000万マックスで、まあ、安いときで1500万とかだ、1500万から3000万の間で推移してたと思うんですよ。で、速果塾が販売した利益っていうのは、最初のね、1年とかぐらいなんですよ。最初の2年ぐらいかな。最初の2年は私の速果塾というコンテンツ売ってましたけども、今はですね。 まあ今はまた割合が増えてきましたけど基本的に3万円いただければ OK ですよって形にしてあとは自由にしてるんですよなぜなら私自身の収入が大きいから即可塾の30万っていうものを一括入金しなくてももうねそんなあんまりかん3万でも30万でもどっちでもいいぐらいの金額になったんですよね うんまあ、そういうことを考えていろいろとお話ししますけどもなんか結局ね私のそっかしくのセールスみたいになりましたけどもそうではないですからねうんあの世の中にあるビジネスとかノウハウって別に参加してもしなくてもそんなに結果変わんないっていことなんですよねただなんでじゃあ参加する人が出るのかっていうとやっぱりねそこのコミュニティを運営してる人に魅力があってその人にお金を払うっていう意識なんですよだから塾に入った人が行動しないっていうのは別に当たり前のことなんですよ もう最初はね、お金が欲しくて、お金稼ぎたくって、いろんな塾を検索してたどり着くんですけども、いつの間にかね、情報発信者のことが好きになって、この人にファンっていう気持ちでお金を払ってるんで、じゃあその先生がね、いや、あなたが結果を出さないと私の信用なくなるんですよみたいなアプローチをすると、あ、確かになっていうふうに心が動いてやる人は出るんですけども、それにしても一気には出ないんですよ。一気にやる人が増えるわけじゃないんですよ。まあ、そういうことを考えたら、うん、まあ、あんまり焦らなくてもいいかなと。ビジネスやりたい気になったらやりたくなったものを教えれるね。 結果を出せるような、そんなね。存在で塾長はいればいいのかなと。コンテンツだぞ。とかね。カリキュラムだぞーとかいつまでに揺れましょう。とか、この、ま、前から今まで何やってました。とかで吉田さん聞くのはすごくいいことだと思うんですけど、私は聞かないんですよね。やる気がない人にあのー、まあ、追求したら今度はね。私と会うのがストレスになるんですよね。それはまあある意味スパルタでいいんでしょうけど私の場合はそっか塾っていうのは一つのね。癒しの空間なんですよ。 家族っていう家族に戻ることによって、えー、痛みから解放されてね羽を休めることができるとそして元気のある人はよしそろそろビジネスやってみようかなと。 久保さんどんなビジネスが私向いてますかねっていうことになったらじゃああなたのお暮らしとかを今までずっと見てたんで私はずっと思ってたのがありますそしてカリキュラムを作っていますそれを順番にやってみますかこのカリキュラムはあなた専用なんで他の人には当てはまる可能性は低いけどもあなたには当てはまる可能性が非常に高いですから一歩一歩一緒にやっていきましょうそしてこのカリキュラムはあなたと一緒に作っていくものですっていうようなね形ですよねだから3話ぐらいまでは基本のところなんでやってるんですけども4話ぐらいからはどういうふうに作っていくかってことをその人のね、えー ことをもうさらに深掘りしたりとか3話までやったのどう感じましたっていう聞き取りをしながらねどん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 カスタマイズしていくんですよ場合によっては中断してこれはあなたの場合は今の仕事を続けながらちょっと5年がかりでやりましょうかっていうプログラムにしたりしますよねで家族がこういる方っていうのはお子さんとか育ってくるんでお子さんが育ってきたらちょっとねこの時期はやんない方がいいお子さんに集中した方がいいですよとビジネスはしばらくやめてくださいっていう風うに指示を出すこともありますそうして家族もやっぱりね ビジ,ネスからビジネスによって家族が奪われるようなことがないようにとかねだからトータルバランスをすごくね私は気をつけてますよね何でもかんでも稼げば解決できるんですけどもそれだけが幸せの形でではないんですよ人によってはお金はそこそこね稼ぎたいけどもでも家族という時間を失ったりとか自分のやりたくもないことをやり続けてお金を稼ぐってことはまではできないなっていうふうに考えてる方がいるんですよ。 要するに即家塾っていうのはその人の人生が最も輝くように家族をね迎えるような感覚で運営してるってことなのかなと思います。えー、これがね、私の考えているフォーチュン、運命の、うん、ビジネスかなという風に 思うんんですすけけどどねちょっとと綺麗にままめすぎかももしれませんけどもはいえー、今回はね、3話に続いて、えー、フォーチュンビジネスというね、サブタイトルでお送りしましたけども、このタイトルに特に意味はありません。<laughs> なんとなく思い出したんでね、あこれ誰かセールスしてたのは、これ吉谷さんだったですかね、フォーチュンビジネスっていう風うに。も,うものすごい非難合合で、なぜか私のところにクレームが来たみたいなことありましたけども、それでねあ、フォーチュンビジネスってのがあるんだってのを思い出したんですけどもね。えー、まあ、マトリックスアフィレイトはね、これからもね、吉谷さんとこう、 楽しむおもちゃとして使っていこうと思いますけども、フォーチュンビジネスって結局なんだったんですかね。なんかタイトルだけ、タイトルとなぜか販売もしてない、えー、プロモーションに参加もしてない私にクレームが多かったっていうのだけ覚えてるんですけどもね。はい、ええー、と今回は以上です。ありがとうございます。